アペックスはアメリカ合衆国ノースカロライナ州の中部ウェイク群の町である州都ローリン市の郊外に位置している2010年国勢調査での人口は37,476人だった国勢調査局による2013年7月1日時点での推計では42,214人となっていたアペックス庁は 北緯35度43分55秒整形78度51分10秒、北緯35.731952度整形78.852878 78度、35.731952-78.852878に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、超域全面積は15.4平方マイルであり、 このうち陸地15.2平方マイル、水域は0.15平方マイルで、水域率は0.57%である隣接する町としては、北と北東に、ケイリー市、南にホリースプリングス町がある、アペックスユニオニ駅、1914年建設アペックスの町は1873年に法人化され、ジャタム鉄道の沿線で最も高い位置にあることから、アペックスと名付けられた。 この鉄道はバージニア州リッチモンドとフロリダ州ジャクソンビルを結んでいた。その後の時代を通じてアペックスはゆるりと成長した。特に1911年6月12日には中心街事業地区の大半を破壊し尽くした大化を経験するなど何度か火事に見舞われた。街は再建され今日の姿を呈しており、州内では 歴日の鉄道庁の姿が残る数少ない街の一つとなっている。街の中心にはアペックスユニオン駅があり、当初はシーボードやライン鉄道の旅客駅だった。後に地元が支援するアペックスコミュニティ図書館になっている。この駅にはアペックス商工会議所が入っている。アペックスは 世界恐慌の時代にそれほど苦境には陥らなかったが、本格的な成長が再度始まったのは1950年代だった。街がノースカロライナ州のリサーチトライアングルに近いこともあって住宅開発が加速されたが、それでも小さな街という性格は保ち続けた。1990年代の10年間で人口は4倍の2万人を超え、そのインフラに 新しい需要が生じた。アペックスは近年も成長を続けている。そこそこの大きさのショッピングセンターがノースカロライナ州道55号線とアメリカ国道64号線の交差点に建設され、街が西方に拡大するにつれていくつか新しい地区ができてきた。2006年10月、アペックス廃棄物処理施設で化学品の火災が起こり、 住民の避難騒ぎまで起こった。怪我人はほとんどおらず、住民も間もなく帰宅できた。2015年8月、雑誌タイムが国内の住みたい場所ランキングの第一位にアペックスを挙げた。アペックスの町内では、ユニオン駅の他に、アペックス歴史地区、カルビンデーローレンス邸、アトリーカウンシルハウスがアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている。 アペックス庁は、調整委員会、庁マネジャー方式の政府を採用しており、一人の町長と五人の調整委員で構成される。調整委員のうちの一人が町長代行となる。すべて町全体を選挙区に4年延期で選ばれる。委員は2年ごとに半数が改選される。二千十五年十一月の選挙で一部が入れ替わることになり、新人は二千十六年一月五日に、 就任することになっている。町の検事とマネジャーは調整委員会が指名する。その他町の職員は町マネジャーに従い、マネジャーが日々の運営を管理する。2014年1月21日、当時の町長だったウェザリーが別の職に就くために町長を辞職すると発表した。現市長のサットンは調整委員会が選出し、ウェザリーの残り任期を務めることになった。 2015年11月の町長選挙では新人のランスオリーブが選ばれた。白人黒人アジア系その他の人種根欠その他以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。アペックス市の2014年包括的財務報告書によれば軍内の使用雇用主は次の通りである。ありがとうございます。